はい、どうも、レジです。今回もですね、YouTube の面白い検索キーワードを見つけたんで、早速見ていきましょう。いきますけども、検索キーワードなんですけど、ノーブラ散歩ですね。ノーブラ散歩。はい、これです。どうですかね、ノーブラ散歩。最高だな。やばくない？おお。ちょっと待って待って。あ、本当だ本当だ。マジノーブラ散歩じゃん。何これ。ノーブラ中毒って何？マジで、マジでちょっと見て気になる。ちょっとごめんな、ね、これ気になるから見ようよ。あ、今見なかった。マジなの？マジなのかな？あ、男性じゃん。いいな、男性。いいな。お、僕も行きたいんだけど。いや、これさ、面白いね。もういいけどさ、あ、モザイクね。面白い、普通にコンテンツとして。あ、面白い。あ、ちょっとごめんなさい、気を取り直して、ノーブラ散歩ね。あ、いろんな人が結構やってるね。うわー、この子めっちゃよくない？かわいいし、おっきそう。いや、なんかさ、特に、なんか再生回数化け物なのがあったよね。どれだった？あ、これこれこれ。テレビ朝日の前で、ノーブラリフシアナウンサー。アナウンサーなの？なのかな？ちょっと見てみましょうか。これだけね、違った。はい。すんごい。すっごいこれ、最高。え、マジで？めっちゃいいじゃん、これ。あ、この人すごいね。すごい。めっちゃ好きだわ、これ。しかも、ね、なんか、めっちゃ見た目も僕、好みだし。凝ってるな、これすごい。いや、これなんかさ、ちょっと面白いが勝っちゃうけど、面白いが勝っちゃうけど、まあでもね、ね、みんな素晴らしいなって思います。僕、本当にみんな、尊敬するし、感謝するし、この子なんかもさ、ほら、すごく、何、大人そうなね、見た目。なのに、これしてるってところが、ギャップがいいよね。うん。はい、ということでね、皆さん、ノーブラ散歩っていう、キーワードね、すごく面白いですしね、HH なんで、まあ、ぜひ、皆さんもね、見てみてください。じゃあね。